スの井上里奈です。松田里奈です。作耳ボリューム312もうすぐ公開です。今回は15分間のフリートークに挑戦しましたけれどもね、まあ、結構こうやっぱリラックスして喋っちゃったから、ね、台本なしで、そう、数すぎたかなって。いやでも数もねありか、ありですよ、ありなんで、そういうの私たちのなんかちょっと普段の会話を覗いてるぐらいの気分でちょっと見ていただけたらなって思います。見てじゃない見れない見れない。聞いてください。じゃあ聞いてね、お願いします。いきますね。大丈夫？はい、いきますよ。いいよ。はい、それでは井上里奈と松田里奈の15分間フリートークスタート。最近さ、ずっと八宝菜食べたくてさ。ちょっと待って。いや、あんまり思う。八宝菜？一応、ずっと八宝菜が食べたくて、ずっと、そう、ずっと、聞いて。ちょっと待って、なんか痛いやばら。大丈夫。八宝菜？ずっと八宝菜が食べたくて。中華の。で、なんかスーパーに、八宝菜を作るセットみたいな。あるよね。白菜だけ買ったらできるよみたいなのがあって、やったんやけど、その、食べたいって思った日に、その白菜が売り切れてて、そのスーパーでは。わだからどうすることもできんくて、で、その宅配、配達のあのやつで、八宝菜ないかなと思ったら、なんかその中華のお店はいっぱい出てくんねんけど、八宝菜をメニューに入れてない店が多くて。嘘。宅配では。で、どうしても今八宝菜が食べたい。いいじゃん。白菜ある日に買いなよ。